今回は馬場ふみかさんについて紹介していきます。素晴らしい写真がたくさんありますよ。楽しみにしてください。では早速行ってみましょう。バスト83、ベスト56、ヒップ84の推定 E カップちゃんです。おっきいです。14歳の時に桜井日奈子や山本舞香などのおかず女優を輩出したフリーペーパー美少女図鑑の新潟版モデルにスカウトされたことがきっかけで本格的に芸能界を目指すようになりました。高校3年生の時には夏穂主演の映画パズルで女優デビューを果たしています。高校卒業後は上京して芸能活動を本格化していきます。素朴な童顔からは想像できないエロすぎる迫力ボディで一気にトップグラドルとなります。2016年には水着姿下着姿どころか神ブラセミヌードを披露したドエロい1ショートトーン写真集色っぽよを発売して大きな話題となりました。2019年にはヒロイン役としてドラマ名もなき復讐者 GEGEN に出演し元 AKB48 の長尾マリアと共に風俗女王を演じるなど女優としてのエロ仕事も順調に増えてきています。2021年には下着通販 PACH チョンのミューズに就任しランジェリー下着姿もたくさん見せてくれました。今後は女優として乳首を出すような濡れ場シーンに挑戦してほしいの。神の造形と称されるE カップ巨乳おっぱいを生かしたグラビア写真集を発売するなどエッチな活躍に期待したいところです。これからも馬場ふみかさんの活躍を期待しましょう。